何？どうしたの？あ、これ？ゲームだよ、ゲーム。ん？そうそう、最近流行ってるやつ。まあ、楽しいよ。ん？面白いかと言われたら、面白い方かな。え？君もやってるの？あまり一緒にやる人がいないからさ。まあ、今度一緒にやろうね。いや、今日は寝ないよ。明日休みだし。遅くまで起きてるつもりだよ。全然ゲームやり足りないし。ん？はあ？なんで？やだよ。私のこと抱き枕にしないでよ。ねえ、そうやって言うけどさ、いっつも抱き枕にしてこようとするじゃん。いきなり抱きつかないでよ。重たい。離して。頭、撫でないで。本当に、君は。いや、別に、嫌いとか、そんなわけ、ないでしょ。まあ、うれっうらえ。カチャ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 。こちょ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 。ほら、泣き枕にしようとしたから、くすぐりのけ。これにこれだろ、私のこと、泣き枕にするのをやめ。手を離して。ちょっと待って。抱き枕になるから、だからやめてくれ。もうなんか一気に疲れちゃった。はいはい、こっち来て。ぎゅーっと。これで幸せ？そっか。でもさ、私の体のどこがいいの？もう、そりゃ嫌じゃないけどさ、大好きな人が抱きついてくれるのは嬉しい。でも喜んでいいのかはわからない。だって恥ずかしいんだもん。そうだね。君は甘えたがりだもんね。
私はそうなんじゃないと思うよ。でも、まあ、君になら甘えてもいいのかな。もう我慢してても仕方ないし。ん？もっと強く君を抱きしめるの？わかった。ぎゅーっと、うん、本当はね、君にいっぱい甘えたいけど、でもこんな甘える彼女じゃ嫌われないかなって怖かったんだよ。私のことが大事か。ごめんね、本性出せなくて。でもわかった、たくさん甘えるし、いっぱい君を甘やかすよ。いいよ、そっちからも強く抱きしめて。私からしたら、君も可愛い恋人だよ。ほら、よしよし。まあ、君ぐらいじゃないかな。こんな私を見せられるの。誰にも渡したくないのは、私も一緒だよ。だって、私も君といれて本当に幸せだもん。確かに普段は言わないけど。でも私を何だと思ってるの？別に照れてないし。うるさい。もう、顔、赤くなってないもん。バカ。って、え？今日も、一緒に寝るの？別にいいけどさ。だって、もう、君に抱きついてるから、ゲームする気なくなったし。ん？私といると、安心するの？そっか。なんか、そう言ってくれて嬉しい。わかったよ。一緒に寝よう。あ、毛布？そんなのいらない。だってさ、君とこうやって抱きついて寝ればいい話だもん。でしょ？ほら、私の腕の中で寝かしつけてあげる。おやすみ。